こんにちは、高明です。今日は九州旅の8日目かな。鹿児島県鹿児島市内から出発です。昨日は鹿児島のアクロスプラザ与次郎っていうところでね、ずっと動画編集をしてたんですけど、まあちょっとね、Z の中でね、こうアフレコ録音とかをいろいろしてたんですけど、そしたらZ のワイパーのところにね、名刺が挟まってるのを気づきまして、でその名刺見たら割と近くのお店に働いてる方の名刺だったんでね、ちょっと会いに行ったりとか、そういうこともしてました。でいつもは野生の視聴者っていう言い方をしますけどね、そこら辺に生息してる視聴者の方とねお会いすることができましたね。はいまあそんなこんなで今日なんですけど、今日はですね、国道225号線枕崎とか指宿の方まず向かいます。薩摩半島ですかね、薩摩半島を南の方へ走っていきます。鹿児島市内から南へ走っていって、で指宿の辺りからフェリーでね、さらに横の半島に渡って、そこから北上して桜島の方とかね走って、最終的には宮崎県の方目指していこうかなっていうところです。ということで、まずは225号線を枕崎指宿へ向かって走っていきます。鹿児島市内抜けていきます。朝の225号線枕崎指宿方面です。まだ朝の6時半っていうこともあって、交通量は少なめですかね。車の少ない街中を抜けています。まあ、お昼頃になったらぐっと車が増えて混雑してくると思うんですが、そこを見越しての早朝出発、いい感じです。朝の空気はやっぱいいね。エアコンかけずに窓をちょっと開けて走ってます。街を抜けていきます。はい、鹿児島は知覧に来たということで、知覧のね、平和記念会館ですか、こちらにやってきました。9時から開くみたいなんで、まだ開いてないんですけど、まあ、ちょっと待ってね、行ってみようかなと思います。知覧平和公園に行ってきました。ちょっとね、撮影とかはできない場所なんで、まあ話だけにはなるんですけど、まあ今日はね、ちょうどたまたま8月の15日でね、終戦記念日ということもあってか、たくさん人が訪れてましたね。平和の鐘もあったんでね、鳴らしておきました。まあ、知覧の平和公園、特攻とかね、そういった出来事についていろいろ展示されてたり、まあ、資料が残ってたりするんですけど、まあ、そういうのを通じてね、今の平和のありがたみっていうのを実感しましたね。はい、今の時代も今の時代で、まあ、いろいろ思うところはあるかもしれませんけどね。でも、まあ、それでも戦争がない時代でね、良かったなと思います。いろいろ思うことはあるけれども、まあ前向きに捉えられるところはね、前向きにしたいですよね。そう思いました。まあそんな感じで、平和のありがたみをね知ったところなんですが、今時刻10時ですね。これからね、さらに南下して指宿のあたりですか、開聞滝とか、山がある方にね、海沿いのところまで走っていきます。よし、まあさすがにこう気分はね、ぐっとこう重くはなるんですけども、まあそれでも行ってよかったなと思えるところでした。よし、それじゃあ Z 君、海の方向かって走っていこうぜ。いやー、綺麗に見えるね。開聞滝がよく見える、パーキングエリアですね。
写真を撮ったり動画を撮ったりはしゃいだりしていました。シュクゼー海が見える。九州のね、南の方の景色もなかなかでかいよね。いいわ、いい景色だわ、本当に。国道226号線開門岳を見ながら回送です。時刻11時です。順調に走ってきて、今国道269号線指宿温泉のあたりまで走ってきました。この辺にね、クリア旅館っていうものがありまして、まあ、そこを僕がちっちゃい頃にね、父ちゃんにキャンプとかで連れてきてもらった思い出の旅館なんですけど、そこに食堂もあるらしくて、今ねそこの食堂に向かっております。クリア食堂かなここでちょっとご飯を食べようかなと。よいしょ。まあ、久しぶりに来たわけなんですけどね、もう何十年も前ですから、もう久しぶりって感覚でもないですけどね。でもちょっとなんか感慨深いそんなところです。はい、それじゃあご飯を食べに行きます。今日のお昼ご飯は鹿児島県指宿市、海がすぐそばにあるクリア旅館、クリア食堂に行ってきました。こちら旅館と一体になったお食事処ですね。こちらでご飯をいただきました。メニューはね、やっぱり海が近いということで海鮮系のメニューが充実していますね。海鮮丼とかね、カンパチ丼とかね、でいろいろあるんですけど、今回はカツオ丼っていうのをいただきました。こちらカツオのたたきをね、漬けにして、黒胡椒とかニンニクで味付けしたものが乗っかってます。で、仕上げに温泉卵も乗っかっているというね、なかなかこうね、豪快な丼なんですけど、これとあとカツオのたたきのハーフサイズと一緒にいただきました。これはね、うまいですね。まあカツオのたたきがね、丼にも結構入っていたし、今回はたたきを単品で注文したこともあって、カツオのたたき尽くしっていう感じだったんですけどね、なかなかこうアレンジの効いた丼も美味しかったし、カツオのたたきもね、単品でもさっぱりとした味わいで美味しかったですね。クリア旅館のね、クリア食堂、いろんなね美味しいものあるんで、近くに寄った際は行ってみてください。カツオのたたき、うまかったです。ごちそうさまでした。あー、うまかった。カツオのたたきをえらい満喫したわ。うわー、車もどんどん入ってくるな。もうね、お昼時っちゅうこともあるんですけど、もうね、どんどん車が入ってきます。人気なんですね。こちらのクリア旅館さんにはですね、僕が小学生の頃ぐらいにね、まあ、父親に連れてきてもらったわけなんですけど、なんかその時はね、日本一安いクリア旅館みたいな、そういうキャッチコピーだったんですよね。だもんで、まあ、夏休みにクリア旅館泊まって、で夏休み終わったら宿題でね、絵日記みたいなの出すじゃないですか。でその時に僕がなんと日本一安いクリア旅館に2泊もしましたみたいなね、そういう日記を書いたんですけどね、それで、母親にえらく褒められたのを覚えていますね。あんたは文才があるって言われました日本一安いクリア旅館になんと2泊もしましたっつってね、なかなかパンチが効いてますよね、小学生なのに。はい、そんな思い出深いクリア旅館だったんですけど、今回ね、まあ、久しぶりに来て、まだこうやってるっていうのも嬉しかったし、ご飯も美味しかったし、また機会があればね、行きたいなと思いましたね。はい、美味しかったです。さあさあさあ、今ねお昼の12時なんですが、これからですね、この近くの港からフェリーが出ていまして、今いる薩摩半島から隣のなんとか半島にね、フェリーが出ているんで、そちらでね、フェリーでこう海を渡ろうかなと思います。はい、ということでフェリー乗り場に向かいます。
山川の港からフェリーに乗るんですが、今ですねちょうどフェリーが港にやってきました。あのフェリーですね、南急フェリーに今回お世話になります。今回の旅では4回目ですかね、4回目のフェリー、今近づいてきてますね。これで九州の半島から半島へ、料金は3400円で渡ることができます。これまた便利なフェリーですね。乗船を待ちます。さあ間もなくフェリーが港に到着ですね。大隅半島、薩摩半島から大隅半島までフェリーで渡ってきました。これからねデッキ降りて、今度は Z で鹿児島の東側走っていきます。よし、じゃあフェリー降りていきます。このフェリーもまた便利でしたね。本当に九州はフェリーを有効に使うとこうね、ぐっと旅が便利になる、そんな気がしましたね。はい、それじゃあ今度はね大隅半島ですか、これを駆け抜けていきましょう。2020年ぐらいにね、最南端の佐多岬とか行きましたよね。いろいろ行きましたが、久しぶりのこの大隅半島ね走っていきます。今日はね夜に宮崎の都の城、そこまで行く予定なんで、そうですね、こっから桜島の方へ向かってどんどん北上していきます。いいね、シーサイドラインだよ。鹿児島の海沿い結構いいよね。国道なんだけどね、普通の国道なんだけど、こういう気持ちのいい道路が多いっすね。今日は割とこういう道を走れてる気がする。鹿児島のこの海のねドライブコースはなかなか素晴らしいものがあります。道の駅錦の里まで2キロ、そういう地点ですね。こういうね展望所もあったりして、いろんなね景色がもう堪能できますよね。こんだけ開けた景色が素晴らしい。国道220号線、鹿児島霧島方面向かってます。桜島の文字も見えてますね。桜島までやっと22キロです。今は樽水の町を走っています。時々ねこの町の隙間から桜島が見えたりするんですけど、今日はせっかくなんでね桜島の方も走りに行きます。桜島をぐるっと走ってで、宮崎県の都の城の方に行こうかなっていう感じですね。今考えました。ちょうど今正面に桜島が見えてきましたけどね、雲がかかってるな。よく噴火するって聞くんですけど、あれは本当なんですかね。桜島が爆発または土石流が発生した場合通行止め、やってさ、なかなかおっかねえことが書いてあるな。何事もありませんように。ラバーロード、溶岩道路だってよ、かっこいい。うわー、しびれるね。桜島走っていこう。桜島の道もね随分いいドライブルートなんですけどね、この先に、湯の平展望所っていうのがあるんで、ちょっと行ってみますかね。桜島の風景が見えるんじゃろうけど、もう道曲がっただけでいきなりもうドカーンと桜島が見えてきた。ごっつい岩肌だ。いやー、なんかこう恐れおののくようなね、そんな山肌の景色ですね。すごいな、鹿児島のシンボル、すごいわ。展望所からの景色どんなんだろう。実は前来た時はねもう夜だったから何も見えんかったんですよね。鹿児島市内の夜景が見えたぐらいだったんで、ちょっとね楽しみ。うわ、こ
この道のりもなかなかやばくない？これ木々の間をさ駆け抜けていってさ、で目の前ドカーンと桜島が見えるっていうのはね、この道もなかなかやばいよな。すーげーよこれ面白いよこのドライブコースは。もう桜島にねどん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 近づいていきよんよ。それがなんか楽しいような怖えような、ドキドキしてくるな。なんかやっぱ迫力がある山じゃけんからかな、そんな風に思うのは。よし、ちょっと景色がどんなんかマジで楽しみになってきたわ。しっぽ早く行こうぜ。でとお、着いた着いた、ここだな、ここみたいだな。あの上の方から景色が見えるんかな。知ってみよう。現在地はここですね、井の平展望所。こっからやけん鹿児島市内が見えるんちゃうかな。ね、行ってみよう。展望台から見た桜島はこんな感じ。ぽっけー、綺麗によう見える。今日はよう見えますねいい日だ。でこっち側は海もよく見えるね。え、綺麗。あっちのね、向こうの辺はね、鹿児島市内やね。ここは海も見えるし桜島も見えるっていうね、360度見えるような展望台になってますね。うん、いいところです。今日景色、天気が良くて本当良かった。さあ、桜島もすっごい綺麗に見えてんだけど、今度はあの町のさらに向こうかな、宮崎の都の城を目指して走っていきます。しかし、景色が見れたね。桜島がほんまよう見えたわ、よう晴れた昼間じゃけね、あのゴツゴツした桜島拝むことができました。本当前来た時夜でね、ああ桜島見えんなって思いをたけちょうどよかった今日はほんま来れてよかったです。よし、じゃあまた桜島ぐるっと回って、今度は宮崎の方向かっていきますかね。もうそろそろ日が暮れてくるかな。夜の8時です、国道10号線都城まであと5キロっていうところを走ってます。鈴虫の音をリン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 聞きながらですね走っているところです。でこの辺りで宮崎に入りますかね。はい、入りますね。今鹿児島県から宮崎県都城市に入りました。宮崎県にですね、九州もだいぶ回ってきました、宮崎も入ったということで残すは大分ということですね、回ってきましたね。まあといっても道のりはまだまだ半分を折り返したところというところかな、これからもまだまだ長い嬉しいことにまだ長いね。今日は都城に宿を取ってるんで、なんかねお酒でも買って今日のホテル向かいます。今日はホテルです。今日はホテル、ゆっくり寝て。よし、ここが今日のお部屋です。こういうビジネスホテルは安定してるのがいいよね。はい、お部屋こんな感じです。ゆっくり休みます。はい、ホテル到着です。今日は9時チェックインでね、ちょっとギリギリだったんで、近くにあったイオンでちょっとビールとか買ってきました。ビールとか博多甘王チューハイとかね、とほろ酔いのライムジントニックと
ってね、チキン南蛮のお惣菜とかないかなって、宮崎だからね、ないかなと思ったんですけど、時間が遅くてなくて、でもその代わりね、この小倉のチキン南蛮冷凍のやつ、これがあったんで買ってきました。これをね、レンジでチンして今日はいただきます。ってことで、このレンジをお借りして、よいしょ、どうやんだ、こうか。それじゃあいただきます。の前に乾杯やね。九州宮崎県に乾杯。乾杯。うまい。チキン南蛮もいただきます。しつこく温めたけ大丈夫だろうと思ったけど、なんかちょっと硬い。いただきます。うまい。いけるいけるいける。うまいわこれ。タルタルがちょっと多いけどね、うまい。いや、これ買ってきてよかったです。キャンプとかにもね、いいかもね、冷凍だからね。はい、今日は鹿児島から宮崎来ましたけど、明日はね、一日中宮崎を走っていくかな。宮崎を走りつつ北上していくっていう感じです。予定はこれから立てます。それじゃあ今日もね、一日になりました。おやすみなさい。